皆さんお疲れ様です。実はなんと今日からですね、ラッキーゾーンにバーチャルスタッフが入りました。はい、それでは、自己紹介をしてもらいたいと思いますが、自己紹介、バーチャルスタッフで入ってきましたジュリアンです。ジュリアンやって、ジュリアンです。よろしくお願いします。なんかね、学生服着てますけど、はい、おいくつですか？あ、今年16です。16です。いやー、いいね、16歳ね、はい、うん、お酒は飲めませんけどね。お酒飲めません、高校1年生ですね。なぜ16歳が勤められるのか、知りたい人はぜひお店まで、ね、来ていただければ、はい、見ていただければ、実物をですね、16歳の私を見ていただければ思います。はい、大分の人で間違いないですね。はい、そうです、生まれも大分です。どこですか、大分の？別府です。おお、別府ですか。温泉ですね。温泉です。別府の人は家に温泉が引いてあるから、うん、本当なの？あ、そうそう、マンションとかの地下に温泉あります。あ、そう、うん、ジュリアン実家も？あ、ジュリアン実家にもあります。あ、そうなの、うん、最高やん。いや、でもマンションの人と風呂場で会うっていう気まずさ、近所の人と会うっていう気まずさはまあありますね。なるほどね。個別の部屋に温泉引いてるんじゃなくて、うん、なんか浴場があるわけ？あ、そうそう、大浴場がある。あ、そういうこと。マンションの人が入る大浴場があります。あ、自分の家はお湯です。お湯です。はい、でも確かに来ませんね、なんか 裸の付き合いせんとそう、隣の家の人とこんにちはみたいな。あそこの奥さんおっぱい大きいわ。見ちゃいますよね。あ、そうなんや、うん、一般の家庭には引いてないのかな？一般の家庭に引いてるとこもあると思います。一軒家とかで引いてるとこもあると思います、うん、全然。でも温泉なら管理大変そうやな、なんか、うん、一応硫黄のあれだから、うんうん、車が錆びたりとかね、うん、あるらしいですね。ジュリアンじゃあ別府に生まれてよかったなと思うことは何かあるの？あ、別府に生まれてよかったこと、あ、まあ、確かにどこ出身なのって聞かれて別府って言ったらまあ大体分かってもらえるんで。なるほどね、確かに。全国のその他の県外の人でも、ああ別府ね、大分のみたいな分かってもらえるから、うん、知名度は確かに高いよね。そう、知名度は高いから説明しなくていいっていう、 あんまり深く、うん、ああいうとこだねって分かってるから向こうが、うん、っていうのはありますね。今は大分市に住んでる？今大分市です。あ、学校の関係、ね、あ、学校の関係で。そうそう、高校生なんで。そうそう、高校生なんでね。そうだ、16歳で。ちなみに今、彼氏は？彼氏はいません。ああ、募集してます。あー、して、まあ、同じ高校にいい人がいればなと思ってますね。そうだ。でもなんかモテそうよね。あ、なんか結構こう竹を割ったような性格っぽいやん。あ、まあ、このビジュアルですからね。見てください、この可愛い二つ結び。おんま言うやし、うん、間違いなく可愛い子でしょ、これは。もうこのビジュアルは。でもいそうよね。いそう、まあ、うん、髪色が、ね、ちょっとあれや、うん、色があれやけど、こういう子はいそう。いや、こういう子ってあなた、うん、あ、いや、私でした。私だ。なるほどね。今、マスターから見た目ね、うん、はっきりした性格だと言われましたけど、うん、自分ではどんな性格だと思いますか？あ、確かにはっきりしてるとは思います。まあ、そんなに細かいことは気にしないです。うん、血型は？ A 型です。おー、そうなん？意外。 A 型で、いや、それが、うん、献血に行くまで O 型やと思ってた。確かに、うん、O 型っぽい、O 型っぽい、うん、したら献血の人にちょっと来てくださいって言われて、うん、まあ、A の恐れがあるんで病院で調べてくださいって言われて、うん、A 型でした。へー、それまで O 型やと思って生きてました。うん、まあ、それでこんな感じなんだと思います。馴染んでる、O 型が馴染んでる。なるほどね、うん、O 型と思い込んでた。で、そう、 O 型の中馴染んでるんで。好きな食べ物は？好きな食べ物はお寿司です。おー、週3、マジで？週3回転寿司。あ、回転寿司でいいんだ。あ、もう全然全然週3。魚は？じゃあ生魚は好きなの？生魚は好きです。生肉も好きです。
あ、生ガク好き、うん、うん、高校生で生が好きってちょっとエロいよね。いや確かに生ものか、うん、あ、じゃあそうジュリアンって、はい、ものすごい大食いよね、うん、はい、いっぱい食べます。実際ね、体、まあ、顔は置いといて体はほんとこのキャラぐらいのね、あの細い体なんですけど顔は置いといてしまうんですけど顔もこれですからいや、あの細いのにめちゃめちゃ食べるらしいやん、うん、食べます、めちゃめちゃ。どんくらい食べる？エピソードある？つい最近で行くと弥生軒でご飯おかわり自由なんですけど、うん、1杯目は多分150でくる、150g でくるんで、ね、そっから自分で押せる、うん、で、まあおかわりする、うん、で、数えよ、うん、だったら 600g 食べてた、うん、約 1.2 合いかんぐらい、うん、を昼ご飯で普通に食べて夜にはしっかりお腹がすく、結構食べると思います、結構食べてると思います多分え、自炊とかする？包丁の持ち方がわからないね、あの今流行りのウーバーイーツとか。おー、うまいっすね。贅沢な高校生やろどこのお嬢さんかよ。あ、ね、いつかあのバーチャルでね大食いとかできたら最高その辺どうなるか食べ物だけがリアルで映って私はここに座ってるっていう。まあね、あのもしあれだったらね、みなちゃんと一緒に大食い来たら、ね、確かにみなちゃんと一緒にいっぱい食べたい、してもらいたいなと。ぜひ食べたいですね。男性のタイプは、まあ、やっぱあれですよね、お金がある人がいいですよね。え、ガチきたガチ16歳が言うことじゃないガチできたなお金ですね。ああ、え、それ以外ないの？逆に特にこれがみたいな。顔は、顔はね、私結構何でもいい。収入が、毎月の収入がいいとかの話、うん、それとも貯めたお金を持っちゃうんですか？ああ、いや、その何、あ、生活したりとか、うん、ご飯食べに行くとかの分で別に全然苦労しなければいい。ああ、そういうことね。うん、なんかデートとかが普通にできればそれでいいです。ああ、まあ最低限の生活ができる。そうそう、できればいい。そうなんか、ハードル低くねお金っちゅう割にはなんかハードル低いよね間違いない大体 OK じゃない相当借金まみれのところ、ね、いや、16歳なんで。あ、そうだ、16歳なんで、あの一緒にスタバ行けたらいいんで16歳なんで、ゲーセンで一緒にプリクラ撮れる。あ、プリクラ撮れればそれでいいんで、あの、それがこう16歳の水準ですから。まあまあ、ジュリアンにね、こんな可愛い高校生のジュリアンに会いたい人はね、ぜひラッキーゾーンでぜひ実物のジュリアンでいじり倒してほしいなと。いや、このままなんで、私16なんでよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということでした。じゃあジュリアンでした。またよろしくお願いしますね。はい、バイバーイ。はーい、ラッキーゾーンのメンバー、はい、もう、全員会いましたね。いや、のんちゃんに会ってない。え、そうなの？そう。私のんちゃんにだけ会ってないです。意外。うん、いや、多分本当にたまたま被ってない。あ、そう、本当に。あとはもうみんな、まあ、ちさん、